3000円以下っすもんね、これが。うん、買ったぐらいな感じでしょ。はい、今日は3000円以下でできる車にあんまり傷つけないでお手軽にできるロトラックを作りたいと思います。はい、はい、買ってきたものです。まあよく売ってるパイプ、いろんな、なんだろう、ラックができたり、いろいろできるパイプのやつですね。 K がこれ28かな。はい、それと、突っ張り棒、まあこれは車の、ね、中の長さに合わせて、まあ、伸ばしてギリギリよりは縮めといて、ちょっと伸ばすぐらいで突っ張る方が、うまくいきます。はい、そうです。はい、隙間テープ後で。はい、メジャー、まあ測るメジャーですね。コンブックスメジャー、なんで2つかはまあいいです。あと、まあこのエレクターの、エレクター、この黒いパイプの、まあパーツがいろんな種類売ってるんですけど、まあ、その中からこんな感じで、まあこれエンドキャップですね。あとこれはこういうアタッチメント、これはちなみに真ん中が突き抜けてません。角2個ですね。角2個です。あとゴムかな、まあちょっと当てで。あとこれは、恒例の僕のロトラックについてる、あれですね、あれですね、まあ自転車コーナーで見つけました。あとはゴムの板、あとは、まあ、ネジ系ですね。はい、こんな感じで。はい、うん、でこれはまああらかじめ車に穴が開いているところを利用して、そこに押し込んでボルトが止めれると。だからとか車に穴開けてとかしなくて、もともと開いてる穴につけるやつです。最初後ろからやろうかな。これつけていきます。はい、それはぴったりです。書いてあったから。といっぱい工具ありますよね、お兄さんのガレージ。え？まあまああるね、だってね。いや、通常の家にある日曜大工の数じゃないですもんね。そう。うん、それは何をやってるんですか？今はね、このままこれ当ててはめちゃうと、はい、さすがに結構後になっちゃうから、締めるからね、はい、その多少締めても後にならないようにゴムでパッキングすると。で、こんな感じで。へえ、なるほどっすね。で、こうです。とりあえず。そしてこれ。できれば切りたくないけど、無理だね。なるほど、そういうことっす。そういうことっす。まあ、どこっちで。まあ。
あるからとりあえずこれで測ります。まあ、はい、これで一応切るラインがね、こういうの。結構いけるね。では、じゃあここに穴開けます。ドリルぐらいはあってもいいんじゃないですか。家に1個。そうですね。うん。一家に1個ぐらいは。そんな高くないし。これは高いけど。これ高いけど。こういう穴もね、あの。いきなりその穴が開けないで、2、3回、はい、1回ちっちゃい穴を開けるんですか。そう、こう大きちっちゃい穴より大きい穴の方が開けるの大変なわけですよ、普通に考えて、はいはいはい、となかなかこう穴が広がらないのに力入れるからセンターがねこうずれてしまう、特にこういう丸いところは。なので最初に軽い力で1個穴開けとくとセンターが出るので、それをどっちかっていうと広げる感じでやるとまあ簡単に。なるほどっす、はい、で、これに通していきます。いらないね。いらないので、きちんと。で、して、まあちょっと長い方がいいかな。ギリギリだと抜けちゃうかもしれない。ちょっと長めとる。うん。あとあの端っこは中にぶっ刺して、蓋を閉じると。うん、そう。おお。じゃあさ、これがもう織木さんのやってるあれですよね。あれっす。あれっす。これめちゃめちゃ評判良かったですね、やっぱり。あ、そう。はい。ほら。しようって結構聞きましたよ。そうなんだ。まあ合理的ですよね。一本じゃないので。すごいですよね。あとこれあんまりこの巻きつけるときにきつすぎると全然開かないので、一本ぐらいだといいんだけどね。はいはいはい、ここに全部やるってなるとちょっと余裕がないと。はいはいはい。なんかな。まあ多少。少ないよりは少し多めに巻く感じ。とりあえず。で、これ抜けそうだったら瞬間接着剤かなんかでこう止めればもう絶対取れない。あー、なるほど。うん、まあ、ゴムが切れるかもしれないけどね。はいはい、あんまりつけないです、はいはい。で、またこれ閉めます。あ、ちょっとユリーナとか、はい。だったら、これを、こうすると、もう一回負けたことになるので。ああ、なるほど。そこで調整できるってことですか。そう、調整できます。これは本当にいいっすね。うん。まあ、この技は、
2年後ぐらいに知った。ちょっと待って。はい、こんな感じ。このゴムで締め付けるから、商材みたいな感じですね。そうですね、こうですね。じゃあ、作っていきます。買ったみたいでしょ。買ったみたいですね。すごい。はい、後ろ終わり。あと前です。前のが4回かな。前の方が大変ですね。うん、大変。まあ車によってはそんな大変じゃないかもしれない。はい、突っ張り棒は切ってはいけません。サイズに合ったものを買いましょう。一つ学びましたね。学びました、はい、突っ張り棒の仕組みが分かったですね、うん、はい、そして登場。これが大事ね。これが必要だったんですか。うん、そう、怒られないか、大丈夫か。それが心配。まあまあ、売ってないですよ、こんなの。売ってないですね。売ってない、まあ、あとは作るしかない、これで。それとちょっとお手軽じゃなくなっちゃうんで、使ってください、これもね。そうですね、そうですね、うん、それはもう、そっちが製品だ。そう、これだけいいか。まあ出るときはサモバーンっていくけど結構だな。車のこのピラーのこの傾斜に合わせてちょっとカットしたいので、こんな感じで。まあ大体いいんですけどね、大体、はい、ただまっすぐだとどうしてもよろしくないので、具合が悪いので具合が悪いので、ちょっと、うん、まあちょっと斜めになってる、ぴったり合ってなくてもまあ大丈夫です。この光の感じが巧みな感じだ。傾斜に合うと、はいはいはい、あとはもうこう求めればいいんで、いいっすね。まあ何でもいいです、何でもいいっていう。
まあ大体、うん、また取っちゃったね。これこういうあの仕組みになってるんですよ。はいはい、そうです。ここからネジ取ってくださいって。なんでかっていうと、これがついてれば。ついてればネジのサイズが分かるじゃないですか。はいはいはい、だから取れるとだけど、はい、取っちまった。毎回毎回だね。その OSP の本社アンマークないですね。あ、こっちだ。逆やっちゃった。立体刺繍ですか。うん、刺繍じゃないな、立体プリント的な立体ゴム、あ、ゴムみたいな。あ、本当だ。ちょっとかっこ悪かった。ずっと気になってた。実はえ、気になってた。見えてた。いや、気になってた。デザインなんかなと思って。言わなきゃ分かんなかったから。よし、森木さん、その電動ドライバーあれですか、もう何代目かになるんですか。でもずっとそれは、それ使ってる。あ、まあ2、3個かな、はい、でもで、これに行き着いた。そう、これに行き着いた。メーカーなんすか。負けた。ギザ・マキタに行き着いたんすよ。うん、ほら、あの、いや、超有名だからね。はいはいはい、さすがに俺も知ってます、マキタ。うん、あれしょ、日本代表のサッカーの試合とかで、特に海外の試合とかだと、あの競技場の壁にマキタって入ってるでしょ。あれは世界的にあれだから、そういうところに出したいですね。世界のマキタ。世界のマキタです。あれ、できちゃった。はい。二個、右左。はいはいはい。こんな感じ。ちょっと刺してみますか。まあ、ちょっと下見だけど、まあそれはいいんです。いけ、こんな感じですね。入りましたね。入りました。だけど取ります。うんうん、安心できたからね。後ろが黒で前が白だとちょっと格好悪いじゃないですか。はいはいはい。まさか色を合わせてくれるのか。そうです。隙間、隙間テープです。どうですか、末端を。できた。あとははめるだけですね。
完成できた。いいね、いいじゃない。何がいいってね、まあいいです、今から何がいいかって何がいいかって。じゃあ竿を打ちますね。出せます。その高さが合ってるね。わかる。こっちが。すごいっすね。あとはこの分があるからちょっと出してみましょうか。いいじゃないですか。いやいいっすね。やっぱりこれいいっすね。ゴム式のやつ。ゴム式いいね。3000以下っすもんね、これが。うん。買ったぐらい。超かっこいい。色も黒だと。まあまあ合ってるっすね。合ってるっすね。できました。車によって多少ね、あったりなかったりするものがあるから、そこはちょっと工夫して、でも大体できるんじゃないかな、こんな感じで。突っ張り棒もパイプも長さいろいろあるし、幅広くて大きい車だったのと長くしてもいいし、他に何かいいアタッチメントがもともとあるやつだったらくっつけてもいいし、あとはあの釣り革モス、あれがいい位置にあればそれにくっつけてもいいし、うん、いやいいなこれ。あ、90点ぐらい。90点ぐらい。残りの10点はどんどん残りの10点はまあ残りの10点ね、うん、残りの10点ね、車長かったらよかったかな。どうしようもない。どうしようもない。車をいじるので安全に、ほら運転してる時にぼっ壊れて前に竿を着てってないとは言えないので、運転に支障がなかったり、後ろ見るとね、あんまりここ狭いと後ろも見えなくなっちゃうので、その辺も十分配慮しながら、万が一穴開けても僕は知りませんので。自己責任ってことですか。自己責任ですね、車いじるのは。穴開けてるとか、万が一穴開けるとか、なんかパネルが取れちゃったとかないとは思うんですけど、気をつけてぜひ、チャレンジしてみてください。